ヒーローズのバンダイ公式5周年記念ファンブック、はい、これを紹介したいと思います。イエーイ。あー、いいね。はい、大ちゃん元気があってよろしいです。はい、表紙はこんな感じですね。はい、はい、ドラゴンボールヒーローズ5周年記念ですね。はい、定価が880円、これは税込みらしいですね。はい、で裏側はこんな感じになってます。はい、でここにキャンペーンカード、今回の段が時空転送、ゴッドっていうのかな、うん、のキャンペーンカードですね、うん、はい、ではこの中をさささっとちょっと開けていきますよ。はいはいはい、こんな感じに孫悟空が、そうですね、カズさん、はい、これ一枚一枚のカードを並べたんですね。はい、で絵柄にしたら孫悟空が出てきたと、はい、いうことでしょうね。はい、はい、歴代のキャンペーンがこうやってずら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 と並んでます。今までのキャンペーン全部ですかね。はい、1ページ目をまあなんとなく見せましょう。こんな感じになってます。これは5周年記念のヒーローズの情報が載ってますね。はい、爆誕スペシャルレポート、それと5周年記念の挑戦誌とか、はい、そのあたりからヘルゲートの進撃編、5弾の情報が少しだけ載っています。でこのあたりに来ると、今までスキャン回数ランキングっていうのが載っていたりします。はい、要は人気のカードが載っているっていうのかな。カードアクションやら好きなアバター、好きなキャラ、そういう人気投票をした結果が載ってます。はい、ここですよ、ここ、はいはい、この公式ファンブックの特典カードですね。はい、限定最後のページに書いてありますね。はい、はい、これが、本誌同梱のカードセットですよっていう。はい、上には3枚入ってんだね、ここに。で下が2枚入ってます。はい、はい、バンダイ公式5周年記念ファンブック、ドラゴンボールヒーローズの、ファンブックですね、はい、の紹介をしました。では、はい、今回はこれで終わりにします。これで紹介は終わりまっちゅう。グッバイ、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。バイバイ。コメントしてね。